ハゲ帽子です。このバンドは僕らが2年生の時にここにいる先輩たちが審査で、やったバンドなんですよ。影帽子っていうバンドなんですけど、そのコピーバンドなんですよ。影帽子っていうコピーバンドのおさかべひろし探検隊っていうコピーバンドのハゲ帽子です。ハゲ帽子です。どうしたらいいんですか。正解は何ですか。Thank you.
すごいね。本当に。本当に。自分に半分もらえ。このバンドの問題点は喋れる人がいないんだよ、MC で。俺知ってるでしょ、このステージに立つと全く面白くないっての知ってるでしょ。というわけで振ってみたいと思います。はるちゃんどう、なんかみんなに言いたいことある？はい、今日はみらいさんありがとうございました。はい、だけもうだって俺このバンドがハルちゃん撮ったの不純な動機しかないですけどね。え？何考えたんだけど、あいつ面白くないからいいな。なんかりょうくんなんか言ったことある？え？なんかええじゃねえよ。はいだろそれ。え？こいつ本当にね、すごいさ、もう俺がりょうくんの鼻の上にブーンって鼻フックとかしたら、やつも俺の鼻にブーンって鼻フックして2秒ぐらいこの鼻に突っ込み合う状態とか続く。なんだなんださっきも、うん、俺が着てるパーカーの紐キュッてやって俺がブーンってなんだなんか喋ってみたから楽しいです。棚心やります。クソ滑りした。子たちを揺らしてここだと伝うよ、秘めた情熱で強く私を抱いたと。
ちゃ喋ってて俺水飲むから。大変だ大変だ。あれもなんか誰か。ロカビリー。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。もう早いことで次の曲で最後です喜んじゃったよウェイってウェイとかでしょなんか最後に言いたいことあるあーちゃんん未来くんのモードに行きまだ可愛いじゃん甘えかされてじゃあなんか何も言いたいことないのないのかないのかじゃあやろうかじゃあやろうかやろうかじゃあありがとうございます。皆さん本当に誘っていただきありがとうございました。マジでありがとう。次、うん、うまい。